ウィーレジェンド管理栄養士ホリーがおすすめするお気に入りのフレーバーベスト3をご紹介します。まず第3位、ドゥルルルルルデン、キャラメルコーヒー風味です。キャラメルコーヒー風味はですね、カフェで飲むカフェラテをプロテインとして味わうことができるぐらいの美味しさなので、家でちょっとまったりするときに飲みたいなって感じですね。おやつの時とかホッとするタイミングでおすすめしたいフレーバーです。第2位、ドゥルルルルルルルデン、初恋のいちご風味です。私は果物の中でいちごが一番好きで、ビーレジェンドの初恋のいちご風味はあまおうのパウダーを実際に使用しているんですね。それが一般的ないちご味じゃなくて、いちごの果汁の美味しさをちゃんと再現してて味わうことができるっていうのがお気に入りのポイントです。では気になる第1位の前に番外編ご紹介します。私のおすすめはビーレジェンドプロテインのピチピチハッピーチ風味にリアファイバーのすりおろしピーチ風味をミックスして飲むダブルピーチの飲み方がおすすめです。ちょっとリアファイバーの食物繊維もプラスされて、ちょっとこうドロッとした喉越しになるのでスムージーっぽくなるし、こうピーチの果肉感みたいなものが再現されるような気がして、ちょっと腹持ちも良くなるし、小腹が空いたタイミングなんかですごくおすすめの飲み方です。じゃあ番外編その2と、意外な組み合わせかもしれないんですが、 100% 果汁のオレンジジュースに激うまチョコ風味を溶かして飲むのが結構おすすめです。これはいろんな方にもおすすめしてるんですけども、よくあるオレンジショコラみたいな、オレンジピールのチョコレートがけみたいな味を再現できるので、チョコレートの 甘いにプラスでこう酸味がプラスされてっていうので、結構意外な組み合わせなんですが、ぜひ試してみていただきたい飲み方の一つです。では気になる第1位はドゥルルルルルルルデン、ベリベリベリー風味です。これはもう不動の1位ですね。私の中ではベリーの酸味がもともと好きっていうのもありますし、やっぱプロテインってこう甘いフレーバーが多い中で酸味がしっかり感じられるプロテインっていうのが、あのビーレジェンドのやっぱり魅力かなと思っていますので、やっぱりベリベリベリー風味がずっと大好きで必ず買ってるフレーバーの一つです。では今回はビーレジェンド管理栄養士堀がおすすめするお気に入りのフレーバーベスト3をご紹介しました。皆さんのおすすめのベスト3だったり、おすすめの飲み方があったらぜひ教えていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。